占い森島は、千島列島北東端の島。ロシア名は、シュムシュ島。英語表記は、シュン州。サンフランシスコ条約締結以来、領有権の帰属は、未確定であるが、ロシアの実行支配下にある、元禄奥国得ずにある地名、シーモシアトリーや鳥居流蔵の記録にある、シュモチはこの島に当たるとされる。島の名前の由来は、アイヌ語のシュムウシュからとする説があるものの、この島の語源を、 シーモシリトシシムシル島の語源をシュムシリとする説や、占い。森島をシュムシトシシムシル島をシュムウシとする説もあり、山田秀蔵は判断がつかない地名としている。現在この島の住民は東大守だけで民間人はいない。また島への上陸はロシア連邦軍の許可が必要で、ペトロパブルフスクカムチャツキーからヘリコプターで約2時間かかる。占い。 森島の地図らない、森島の国橋先島大放棄された、飛行場の長官図らない、森島の海岸島、左奥に、バラムシル島の柏付近が見える南西から北東へ、約3 0トル幅は、最大で2 0トルの大きさで、全体的に楕円形の島である。北東のカムチャツカ半島のロパトカミサキとは、地島海峡で、西のバラムシル島とは、 バラムシル海峡で隔てられている。島の北側の一部は砂浜であるが、それ以外はほとんど崖で、多くの岩礁がある。海抜200メートルくらいの緩やかな丘陵が続き、沼地と草原で覆われている。草原にはかつて、日本人の住居があったが、現在は何も残っていない。島を流れる別飛び川は、カラフトマスが遡上することがある。高台にある403には、戦時中に、 旧日本軍の守備隊の本部が置かれていた。現在では、戦車、砲台、戦闘機、飛行場、格納庫、統治下などの残骸や廃墟が残る。また、ロシアは小さいながらも、軍事施設を設置している。オホーツク海と太平洋に囲まれ、夏季でも摂氏15度くらいで濃霧が多い。冬季は、マイナス15度の極寒の上に、猛吹雪に襲われることが多い。現在、ロシア名、 バイコーバという集落があるのみで、2013年現在、東大守と家族の4人が定住するのみである。戦死時代からバラムシル島と共に人が古くから居住していた、怪獣や鳥が多く、生活に都合の良い場所だったとされる。しかし、この頃になると、日露両国の雑居地とされていたカラフトに関する問題が深刻化した。当時の行政区画では、 北海道千島国占い守る軍に属し、エトロフ島以南と異なり町村制は施行されなかった。エトロフ島以北にはほとんど民間人の定住者はいなかったが、水産缶詰工場などが建設され、多くの漁民や工場労働者が季節的に滞在していた。同年9月2日、日本政府が幸福文書に調印すると、同日に出された一般命令第1号により、 占い森島はソ連占領下となった。同年2月2日、ソ連は一方的に自国領土編入を宣言。占い森島な学術的調査は、1899年の鳥居流像による千島アイヌの民族学的、考古学的調査が最初であり、翌1900年には北海道朝食宅の河野恒吉が高岡直吉の北千島調査に加わる形で、 考古学的調査を行っている。その後、1930年代の馬場による大規模な発掘調査が実施された。詳細は、占い、森島の戦いを参照1945年8月15日、日本のポツダム宣言受諾通告後、極東ソビエト軍総司令官は、第二極東方面軍司令部と太平洋、艦隊司令部に対し、カムチャツカ原有勢力により、 千島列島北部の占領を目的とする作戦の準備及び実施を命令した。なお、千島列島南部は、北千島とは別にサハリンからの部隊が攻略する計画だった。ソ連軍の占い森島上陸は、ポツダム宣言受諾に伴う日本軍の武装解除の最中、8月18日未明に開始され、急遽武装解除を取りやめた日本軍守備隊の 第91師団などと戦闘になった。戦闘は一旦はソ連軍を上陸地点である竹田浜にまで追い落とす状態で推移していたが、日本側は第5方面軍の戦闘停止命令に従い、軍師を派遣して停戦交渉を行い、8月21日に日本軍第91師団長が降伏を定めた文書に署名し、完全に停戦が成立した。 24日までに、占い、森島、バラムシル島の日本軍は武装解除された。ソ連側死傷者数は日本側死傷者数を上回ったことが判明している。その後、シムシル島までの北部千島の日本軍は8月27日までに武装解除された。9月初旬までに全千島がソ連軍に占領された。千島列島では占い森島以外で戦闘はなかった。降伏後、 武装解除された日本兵は、シベリアへ抑留された。2014年以降、サハリン州の調査団が占い、森島を調査。日本兵及び、ソ連兵の遺骨を収集した。2015年11月までに27柱が、日本側に引き渡されているが、身元が特定できたのは一柱のみ。2016年7月にも調査は行われ、遺骨や日本軍の可能砲が収集されている。 2017年7月19日、民間団体、約20人が、カムチャツカ半島からヘリコプターで、激戦地の403を訪れ慰霊祭を実施。現地の慰霊祭は、2005年に、日本政府主催で行われてから12年ぶりの開催。チームナックス、パラムシルから信じ続けたシ魂の旗を挙げて2018年。ありがとうございます。